門司港駅は見る者に美しいと思わせてくれる駅舎です。ウェブ上にも多くの解説がありますから、詳細はそちらを参考にしてください。駅舎は国の重要文化財に指定されています。でも重要文化財か否かは駅舎を前にすればあまり意味があるとは私には思えません。そこにある駅舎は見るものから確実に美しいという言葉を引き出すでしょう。時間をかけて大規模な保存修理を受けています。その際には耐震補強も行われたそうです。この工事が目指したものは1914年の竣工時の姿を忠実に復元することだったそうです。これは宮内庁が保管していた大正時代の門司港駅の設計図が大いに貢献しました。貴賓室の影女神の情報は門司区在住の方に提供してもらったそうです。駅舎の復元の裏にあるこのようなストーリーはさらに駅舎を美しく見せてくれます。洗面所とその前には帰り水と呼ばれる蛇口があります。解説によれば、終戦後の復員や引き上げの人たちが門司に上陸して安堵の思いで喉を潤したことから帰り水と呼ばれるようになりましたとあります。七つ星で門司港駅を訪れた時には地元の方の解説がありました。やはり解説を聞きながら実際に駅舎を見学するのはとてもいいことだと感じました。解説を聞きながら実際にそれを見ること、紙に書かれた解説を読みながらそれを見ること、この両者の間には大きな隔たりがあることを実感しました。そこを知る人がその人の言葉で解説する、これは聞く人の心に響きます。あっちじゃないで、こっちの方が友人会社です。ホームを歩くとまさにレトロという言葉がぴったりです。ホームの屋根とそれを支える柱、その色や形、そして電球、すべてのものがここが九州の鉄道の始まりの地であることを教えてくれます。
会があれば門司港駅を訪れることを強くお勧めします。鉄道が好きな人もそうでない人もいろいろなことを感じることができると思います。